マディーナ・レイクとは、アメリカ合衆国入りのューシカゴにて結成された、ポストハードコアバンドである。2006年にデビューを飾り、エモーショナルかつヘビーなロックサウンドで人気を獲得。日本でも人気が高い。ネイサン・レオン、ネイサン・レオーネネイサン・レオン・マシュー・レオン、マシュー・レオーネ、マシュー・レオン・マテオ・カマルゴ、マテオ・カマルゴダル・ダニエル・トレッディ、ダニエル・トレッディ2005年1月。 イリノイ州シカゴにて、ザ・ブランク・セオリーに在籍していた、レオン兄弟と、レイ・ホーマに在籍していたマテオとダニエルの4人で、マジなレイクを結成。2006年10月3日、自主制作で、ミニアルバム、ザ・ディセピレンス・オブ・アダリアをリリース。このアルバムに目をつけた、メジャーレーベルロードランナーから、誘いがかかり、契約を結ぶことに成功する。2007年3月27日、 ファーストアルバム、フロムゼム、スルーアス、スーユーをリリース。同年8月には、サマーソニック07にて、そして11月には、初の単独来日公演を行う。それからも間もなくして、大手音楽雑誌のカーンが主催する、2007カーン、アワーズにて、ベストインターナショナルニューカマーを受賞する。2009年4月には、プンクスプリング09にて、来日公演を行う。 そして、同年5月4日にセカンドアルバム、アッティックス・ツーエデンをリリースし、ビルボードアルバムチャートにて初登場153位を記録している。2010年6月30日、ベーシストのマシューが、道で女性へ暴行を加える男性の姿を発見。すぐさま仲裁に入ったところ、その男性から激しい暴行を受け、一時意識不明の重体となった。しかし、この当時、 アメリカでは健康保険加入に莫大な費用がかかるため、マシューは無保険の状態だった。そのため、ファンからの寄付を募り、それを治療費の一部に充てる方法を取った。その後、一度目の手術を行う。2010年7月5日に、マシューの二度目の手術が無事終了した。2010年12月には、自主制作 EP、ザドレスデンコーデックスをリリースしている。 2011年4月初頭にメジャーレーベルのレザータイ、ソニーとの契約を結ぶ。また、ニューアルバムワールドウォー3が同年の9月13日にリリースされた。ファーストシングルはヘイスーパースター。ちなみに、このアルバムは各方面から高い評価を得ており、音楽情報サイトイグンは 新旧のファン奏法を満足させられる、純粋に素晴らしいロックアルバムと称し、そのスコアを90点としている。なお、日本国内版は、ハイドラントミュージックから9月14日に発売されており、2010年発表の EP、ザ・ドレスデン・コーデックスから、ボーナストラックが収録されている。2013年最新作、ワールド・オー・スリーを三部作の最終章と位置付けし、 その物語が完結したことにより、マジなレイクとしての活動休止を発表した。2017年1月ファーストアルバム、フロムゼム、スルーアス、ツーユーの10周年、Facebook のプロフィール写真が、プリーズスタンドバイに更新される。2017年2月同年5月からの UK、リユニオンツアーを発表し、活動を再開する。2020年9月 EP、 ザ・ビギニング・オブ・ニュー・エンディングズを発表。マテオカマルゴ姉さんとマシューの二人は、マジなレイクとしての活動資金を得るため、アメリカの危険なゲームに挑戦するというテレビ番組、フィアーファクターの双子のみを対象にした特別大会に出演した。ヘリコプターからの中吊り、残酷をよじ登る牛の内臓でできたプールでの水泳などのゲームを行って優勝。 優勝賞金5万ドルを獲得した。手に入れた賞金は自主制作版のレコーディング費などに使われた。ありがとうございます。